様、明けましておめでとうございます。元日に今日は岩手県宮古市出身の浦代直子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。あまちゃんで有名になった三陸鉄道、岩手の三陸沿岸を縦貫するんですね。今年はこんな年にしよう、漢字一文字で表すとお届けします。私の漢字一文字はこちらです。今年も元気で健康に一生懸命頑張りたいと思います。さあ、ということで今日は中村拓也くんと投稿したいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は私の思い出の場所に来ております。八幡平市の桜公園です。岩手山が見えてきました。一番最初やったのがカレンダーの撮影をする時期でして、はい、その時にいろいろと先輩方からお話聞いたりとかして、はい、そのカレンダー撮影はめちゃくちゃ楽しかったです。さかったってこれ大丈夫2月です。梅をテーマにお届けしたいと思います。私は満開の梅の花を孫歌、まるまる孫歌とか何々馬片星って言われるような馬にまつわる民謡、47都道府県全部調べてみようと思います。奥に今日私、佐々木理恵と津軽三味線、三好信親です。花の山が熊本美人と鹿児島のイケメン、そして私、矢島明夫で歌をお届けいたします。他人せのよ、他人せよ、卒アルの写真を公開しちゃいます。僕の卒アルはこちら、僕の高校はですね、制服がなくて私服の高校でした。この大会に出たメンバーの中には芸人さんに実際になった人もいて、船でも海なのか川なのかいろいろ想像するとこありますけれども、どんな船歌があるんでしょうか。席の一本ずりゃな。今日はですね、私根本美希のちょっとレアものを皆さんに聞いていただこうと思います。じゃ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 ん。雪茜の色に山並み生えて、届かぬ恋がまた燃える。はい、リトルダイナマイトです。ダイナマイトね、オッケー。不動産参りは春さんが強まいる。石川県金沢市出身です。妹の直美と一緒に吉田姉妹として活動しております。今日は福井から戸田由美子がお届けします。可愛い子も企業母もいた、あさびわ子は日本一よ、踊りゃ音頭の和もでかい。北岩手味噌
そして関西は大阪、全国各地に住むメンバーは、どのようなうまいもん自慢をしてくれるのでしょうか。八番ラーメンの野菜ラーメンです。なにわの三大橋に引き続き、今回も橋を紹介したいと思います。今日は私、新藤さと子の自己紹介コーナーでございます。先日5月3日に茨城県の水戸市にあります千葉公園にてアイドルフェスタが開催されました。はい、アンダーフォーティーのメンバーから面白い方言を教えてもらおうと思います。まず最初は行きしな帰りしな、ちょっと行きしなにお店寄っていこうかとかね、帰りしなに何か買って帰ったらええやんか、こういう使い方をします。今って何、どういう、なんて言えばいいの、芸、何芸人、演歌芸人ですかね。演歌芸人っていう言い方が、はい、どっちつかずの、はい、演歌歌手としても歌そんな下手でもね、僕別に芸人